それにアッパスに、リースさんに、あなたは？久しいな、バニングス。ご無沙汰しています。いや、俺とは4ヶ月ぶりくらいかな。覚えとってくれて嬉しいわ。確か、あなたとリースさんは教会の聖杯騎士だ。マジ？もしかしてお前七王教会聖杯騎士団所属、ドミニオン第9位、青の聖典、ワジ・ヘミスフィアさ。改めてよろしく頼むよ。ちなみに自分は騎士団の聖騎士の立場にある。ワジの補佐が主な任務だ。ああもういきなりすぎて何が何だか。それじゃリースさんと最初に会った時、お互い何も言わなかったのは。すみません、知らないふりをしていました。ヘミスフィア教の潜入調査は極秘とされていましたので。で、彼女が来てくれたおかげでエラルダ大司教の注意が完全にそれてくれたってわけさ。いや、本当助かっちゃったよ。お役に立てて幸いです。ま、リースの場合どう考えても普通のシスターには見えへんやろからな。大司教もさぞ面食らったやろ。大きなお世話。というかケビンは人のことは言えないと思う。なんか誰一人として普通の聖職者には見えないんだが。ま、改めての自己紹介はこのくらいにして、僕たちがこの場に現れたのはそちらの彼に呼ばれたからでね。ザイトリン？うん、そうさせてもらった。お主の決意が固いのであれば協力者は必要かと思ってな。あ、僕が潜入していたことからも分かると思うけど、騎士団はある程度今回の事態を予測していてね。ただクロイスケの陰謀やキーヤの正体については分からないことも多かったんだ。先日彼と再会した折に一通り教えてもらったけどね。しかし幻の司法は消滅しており、それに代わる新たな司法が、事態はアーティファクトを回収する騎士団の役割から外れてきてな。このままでは介入する口実がなくなってしまうところだった。かといって結社がこの事態に絡んでいるとなると俺らも放っておけん。そこで君という口実に頼らせてもらおうと思ったんや。そういうこと。君に協力させてもらう形で僕たちは今回の事件に介入させてもらおうと思う。どうだいロイド。一つ確認させてくれ。あんたたちはキーヤをどうするつもりだ？難しい質問やね。でもごまかしても始まらないと思います。正直なところをまずは伝えるべきだろう。そうだね。ゼロの司法だけど、正直オーリオールよりはるかに危険で厄介な存在だ。現時点で力の全貌が見えていないにもかかわらず、君今大陸諸国がどうなっているか知ってるかい？いや、帝国の方で内戦が始まったのは噂で聞いたけど。ぶっちゃけ直接のきっかけはクロスベル方面に投入された帝国軍師団が壊滅したことでな。帝国軍もプライドがあるから次々と師団を送り込んだんやけど、あの人形どもに全部壊。それで帝国軍が混乱しとる隙に貴族勢力の連合軍が帝都を電撃占領したんや。結果鉄血宰相は凶弾に倒れ行方知れず、
帝国全土を巻き込んだ内戦が長期化し始めている状況だ。一方、共和国の方でもクロスベルに端を発する経済恐慌が発生し、テロが活発化したことによって非常事態宣言が出されています。そうだったのか。もちろんそれ以外の国だって恐慌や混乱とは無縁じゃない。特に今まで帝国と共和国に押さえつけられていた地域ではきな臭い動きも出始めている。そんな中、ディーター大統領は各地に働きかけているらしいんだ。クロスベルを盟主とする新たな秩序に参加するようにとね。当然その背景には司法の力があるわけか。もちろん大陸最強と言われる帝国軍をあっさり撃退できるだけの力だ。しかも今は結社が用意した3体の人形兵器しかないけど、それが増産されて全てが司法の力を受けて大陸全土に飛ばされたりしたら、キヨ、あの子はそんなことはしない。ちなみにあの人形兵器は司法が操っているわけではない。司法の力を受け自律的に行動する守護者のような存在だろう。あのレンという娘が使っていたパテルマテルという機体同様。その意味ではその子の意思とは関係なく勝手に動いとるってことよね。それどころか関係ない連中に利用される可能性だってある。キーヤちゃんの意思とは別に、それだけの力が持つ危険性は無視できないということでしょう。あなたたちの意見は分かった。それでも構わないから今は協力を頼みたいと思う。へえ、てっきり申し出を突っぱねるかと思ったけど、俺だけでなんとかなる事態じゃないのは確かだからな。解決が長引けば長引くほどあの子も苦しむかもしれない。だがもしあんたたちが勝手にキーヤの処遇を決めようとしたら、全力を持って阻止するとだけは。俺だけじゃない、エリーやティオ、ランディだってきっと同じことを言うはずだ。理屈も道理も関係なく、ただあの子の保護者として。秀才君っぽいのにめちゃめちゃ熱い兄さんやな。ワジ、お前が気に入るのもわかる気がするで。愛してると言っても過言じゃないけどね。ワジ、俺は本気で聖杯の騎士としてエイドスの名にかけて誓おう。あの子の処遇に関しては君たちの意見を必ず聞くことを約束する。僕らの立場としてはこの辺りが限界なんだけど、どうかな。ああ、十分だ。決まりだな。よし、そんなら早速動き始めるとしようか。なんだ。随分と懐かしい響きだ。教会の天の車。メルカバという作戦艇です。ステルス機能に加えて光学迷彩機能を備えています。これを使って極秘裏にクロスベル領空に潜入する。心の準備はいいかい、ロイド。ああ、もちろんだ。キア、それにどうか待っていてくれ。